はい、皆さんこんにちは。改めまして歌唱ダンシングマッシュルームです。和歌山橋本市からやってまいりました。祭りの、PR マンで先にちょっと PR したいという方がいらっしゃるので、ちょっとどうぞ。どうもすいません、お時間いただきます。私和歌山で活動しております漫画家の、月鈴茶子と申します。現在小学館チャオの方で、10年以上ちょっと連載の方をさせてもらってまして、地域の、まあ、活性化になればといろんなことをしてるんですけども、まあ、漫画家という仕事柄、まあ、腰痛、肩こり、まあ、肩が上がらないという、まあ、職業病に悩まされまして、そこで出会ったのが、まあ、このよさこいでして、で1年ほぼ1年やらせてもらったら、まあ、腰痛も改善し、肩こりもなくなり、すごく健康になってしまいました。ものすごく晩によく眠れるようになってしまいました。まあ、漫画家なんでね、いろいろと、まあ、今現在も実は修羅場中で、ネタも真っ白で、月曜日に提出どうしようっていう ど修羅場の真っ最中なんですけども、よさこいの方が好きなんでこっちを優先させていただきました。まあ、漫画家ということで、宣伝もさせてもらいますと、小学館チャオコミックス、乾さん1巻から5巻、書店で好評発売中です。今現在、チャオとチャオデラックスの方にペロッテパズミちゃんという漫画も書いておりますので、もしよろしかったらそちらもご覧ください。どうもお時間ありがとうございました。失礼いたします。という実は人種のるつぼが集まっているこの歌唱ダンシングマッシュルームでして、 ね、まとめるの難儀するんですよ、ほんまに濃いやつばっかりでね。まあまあ、彼女は去年入っていただいて、本当に多分ね、練習誰よりも熱心に来てくれてるんですね。私がサボってる時もちゃんと練習行って、ストレッチもやって、腹筋もしてっていう風にしていただいてまして、こう見て私もちょっとだけ忙しい人でね、このさっきも喋ってたんですけどね、生き様って大好きなんです。で実は昨日そのために韓国に帰ってきて、で明後日また中国あたりに出張に行くという、何なんだという感じなんですけどね。でも日本におる、ほとんど日本におるんですけど、なんかフェイスブック見てる人は私大体海外でおるとみんな思っていただいてるみたいな、そんなことはないです。たまたま忙しい出馬祭をほったらかして海外出張ばっかり行ってまして、みんなに怒られてるんですけど、本筋であそこにポスターを貼ってます。紀ノ国行っとこよいやな出馬祭というお祭りが9月の3日、私ども紀ノ国やっちょんチームで開催をいたします。もうねちょっと締め切りをしてるんで、来年もしよければ、また参加していただけたらと思うんですけども、木戸さん、ガリュウさん、ムーブさん、アゼビチさん、来ていただくようになってます。どうぞよろしくお願いします。約50チーム、50、今年は2チームですね。もう満杯になってしまって、お断りさせていただいて申し訳なかったチームもいくつかあったんですけども、なんとかねこれからもう少しまた広げられたら、また多くのチームに参加してもらえるのかなって。2日するにはスタッフが足りないし、いろいろ思案しながらやっておるんですけども、頑張ってね、皆さんが楽しんでいただけるような、街が元気になるような祭りをしたいなと思って頑張ってます。どうぞまた出馬祭の方もよろしくお願いいたします。ではマッシュルームこれから演舞させていただきます。よろしくお願いします。
3人でもバッチリです。バッチリです。どんどん熱くなってきてるんですけども、はい、はい、次々と踊っていってもらいましょう。はい、和歌山は、新宮ね、ずっと南の方から。